ね、スーパーマリオメーカーみんなのフルコースのお時間ですよ。お願いします。進行させていただきます、百花繚乱と申します。よろしくお願いいたします。そして本日は料理カテゴリーから素敵なゲストが来てくれました。その名も仕掛け人さん。どうも仕掛け人でーす。仕掛けさん、はいはい、スタジオ狭いからこんな動いたら大変よ、ちょっと今日。そうですね、ちょっと狭いですね。今日はですね、素晴らしいゲストとともに、このね、ミンフルって略してるんですか、皆さん。もうね、ミンフルの時間で、ね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとね、まず、仕掛けさんのね、ゲームに行く前に、はい、この番組の説明をさせていただきたいと思います。お願いします。東海議 TV、東海議 TV 初めて見るという方、東海議 TV は9月1日から、東海議の日まで151日間、毎日平日は3番組、そして土日は特番をお送りするというね、前代未聞の、スタッフさんも地平道を吐いて頑張っているわけのわからない、もう スケジューリングですが、全力で皆さんを楽しませようという、ゲームの放送局でございます。そしてですね、この番組ミンフル、スーパーマリオメーカーみんなのフルコースのお時間は9月10日に発売したばかりスーパーマリオメーカーをみんなで一緒に楽しんでいこうというお時間です。で、みんなにですね、来ていただいた方にコース作ってもらって、そのコースも配信しちゃって、みんなとももう行こうぜっていうお時間になりますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。でですね、改めて今回はもうフルコースということで、はいはいはい、フルコースって言えば料理じゃないですか。そうです、ね、料理に使う単語なので、もう今回は料理タグからもうねゲストに来てもらおうと、もう急に連絡したのにすぐに OK いただきました。仕掛け人さんに来ていただきました。改めて拍手お願いします。イエイ。どうもお願いします。今日はスタジオに電子レンジはないんで大丈夫で、カメラがいますからね。あ、やめて、カメラバンしなきゃ。マイクもありますからね。そう、最近だと仕掛けさんは、はいはい、料理動画でね、はい、料理動画というか、さっき僕も見せてもらったんですけども、はてなブロック作ってましたな。あー、よく見ていただいて本当に。いや、もうだってさっき後ろで教えてもらった本当にって。それさささって見ましたけども。そうですね、作りましたね。結構ね、もうなんかレシピが頭の中入ってやってるのよって。そうですね、レシピはですね、まあ、うん、クッキーはちょっと入ってるんですけど、だいたいこうね、自分であらかじめそのレシピとかを抽出して書き直したりとかして、うん、こう分量はこの方がいいな、使いやすい方がいいな、いらない材料は減らそうかなって感じで作ってやってるんですよ。動画の中では結構雑にバンバンバンやってるけど裏ではしっかり丁寧なんだね。裏ではしっかりやってます。あ、結構言われるんですけどね。ちょっとマイク遠いと言われて、はい、皆さん聞こえますか。聞こえますか。聞こえますか。どうも、しかけ人です。りょうらんです。遠いですか。多分音声さん今すごい、ごめんなさい本当、急に大きな声出してごめんなさい本当、すいません。うるさい、うるさい、いやうるさい、聞こえる、うるさい、うるさい、帰んないでくださいよ。最後まで言ってください。もう今日はですね、このハイテンションでお届けしていきたいと思うんですけども、はいはい、その遊んでいくマリオメーカー、スーパーマリオメーカーはどんなゲームなのという説明をさせてください。はい。ジャンルは作って遊ぶ、歴代スーパーマリオシリーズのオリジナルコースを落書き感覚で作ることができます。そして作ったコースはもちろん実際に遊べますし、作ったコースクリアすることでインターネット上に公開して世界中のみんなにも遊んでもらえるという仕様でございます。みんなに見られるわけですね。もう周知プレイですな、興奮しますね。野郎二人密室にこもって一体何の話をしてるんでしょうね。さあ、なんでしょうね。そしてアミーボ、こちらにも対応してますので、アミーボタッチすればもうアミーボのドットキャラクターもいろんなマリオを使えますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。しかも全部で99種類あるということなんで、ね、楽しんでいただきたいです。で、じゃあ今回はですね、実際にやっていくということで、もう前僕もやらせてもらってタイトルゴール完全に忘れてたんですけど、改めて、やっていきたいと思います。タイトルゴール題して、はい、目指せフルコーススーパーマリオメイキング。この番組ですね、マリオのステージ作ろうと思ったら結構時間がね、ギュギュってなってるんで、はいはいはい、こういうところどんどんテンポよくいきたいんで、はい、よろしくお願いいたします。まあ何をするかというとですね、まあいきなりコース作ってもらうのもいいんですけど、前回僕が作ったコースに、はいはい、もう仕掛けさんにねチャレンジしてもらおうと思って。え、いいんですか。やっちゃってもらいたいなと思って。僕強いですよ。待って待って、スーパーマリオに強いとか弱いの基準じゃねえだろ。ちょ、強いらしいからね。強いです、はい、プロです。じゃあもうそんな言うんだったら失敗するわけないですもん。そんな、じゃあもう 3回まで。あ、もう3回までやるの。1回でクリアできる。よっしゃ、いいだろう。じゃあ仕掛けさんに。ローラーさん作ったせいですよね。そうでございます。じゃあちょっとこれもうね、画面の方でやっていきたいと思いますけど、これどうやってやるんだっけ。作るだったかな。これ作るをタッチして、はいはい、で、このロボットからロードして、
だってね、もうマリオなんてもう昔からゲームですよ。はい、もうゲームをずっとやってた僕だったらね、こんなもん楽勝ですか。そう、じゃあね、画面の方切り替えお願いします。仕掛けさんに僕の作ったイカのフルコースにですね、挑戦していきたいなと思います。これですね。そうです、押しますよ。はい、じゃあこのデータをロードします。ちょ、まあ、ネタバレじゃねえか、もうすでにこれサムネイル映ってますよ。サムネイルネタバレじゃねえか。まあいいや、とりあえずクッパがいるんだな。クッパがいるんだな。あ、え、ちょっと待って、あ、何これ。あ、でも、さっき今の途中だったやつ。あ、これで、はい、これで、あ、遊ぶで。なるほど、これでこのイカをくぐり抜けですね。まあまあまあ、あ、音が出た。ちょっと待ってください。ちょっと待ってこれおかしいな。仕掛けさんもうだってほら食材ですよ、食材。これ逆に料理するやつなんだけど。食材ですよ。イカに囲まれて動けないんだけど。食材ですよ。はい、ちょっと待って。え、どういうことこれ、どうやってんの。え、もうこれはもう気合と根性でやっていただいて。気合と根性。悪意しか感じない。で、あの任天堂さん今ね、もうイカのゲームも流行ってますから。これ進ませる気ないでしょ。イカ焼き食べ放題、頑張れって。頑張れって来てるよ、みんなからも。本当に、あ、いける、意外といけるじゃん。意外とね、意外とそうなの。意外といけるじゃん。意外といけるそうなの。これ意味わかんないじゃん。だって僕が前回放送時間になってもクリアできなかった。だってこれさ、しまった。ジャンプさ、届かなくない。あー、ちょっと。はい、まだまだいい、あと2回チャレンジしますからね。はい、まあまあ、でも1回これまあ様子見ですからね。ここからですよ、ここからね。まあまあ、あと2回ありますからね。まあこれだって無理でしょ、どう見ても。上がないじゃん、上が。いかがわしいステージ、すいませんね、ほんとね。いかんでしょ、これ。あ、でもね、結構ね、スピンだとかね、結構来てますけど。スピン、スピン、ハテナブロックは何なんだみたいな感じですね。ハテナブロック、ちょっと待って、無理でしょこれ。どうやってやんの。さあどうする。意外と時間の方もね、迫ってきてるっていうの。ちょっと、あ、スピンね。あ、オッケーオッケー。おあ、分かった。あ、ちょっと。仕掛けさん、仕掛けさん。さあまだラストチャレンジですよ、これは。いけるいける。これもすでに配信されてますんでね、ぜひ、一回フルコース皆さんにもね、やってもらいたいと思います。僕のちょっとこれ、マリオ人生が。イカを誘導していけばブロック取れるんじゃないと。あ、いいですね、イカを誘導していく。あ、でも結構チャンスでは。そう、このなかなかイカがね、うまいこと自分の思う通り進んでくれないっていうのがね、辛いんですよ、これが。またいや、もう前行きます。お、もう前行きます。で、このイカの上を乗って、おお、イカの上を乗って、このクッパの上に、そう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 。はい、ということでございます。3チャレンジやっていただきました。仕掛けさん、どうだった、やってみて。これ難しい。いや、もうハテナブロックがね、うまくいけばね、なんとかなったと思います。あ、これがあればね。ちょっと中見ていい、うん、なんかいいよ。ダメじゃん、ダメじゃん。結局でっかいが出てきただけじゃん。ぬるぬるとでかいが出てきただけ。これは無理でしょ。これ、あの、ぜひね、皆さんクリアできるよという方おられましたら、はい、公式配信されてますので、よろしくお願いいたします。じゃあ結構ね、本当はあの、この番組、はい、作っていこうと思ったら時間がね、もう結構集中してやっちゃうんで、足りなくなっちゃうんで、はい、今から早速仕掛け人さんに今度はコースのメイキングに入っていただきたいと思います。よいしょ、お願いします。やっていきましょう。はい、じゃあね、はい、どんなコースを作るのかっていうプランとかってもう考えたの。あります。あ、あるんだ。あります。あ、じゃあもう全然これは楽しそう。大丈夫です、任せてください。ちょっと、はい、え、いいですか、もうここから。じゃあ画面切り替えお願いします。はい、でもこのステージをまずはね、あの、吹っ飛ばすところから。あ、こんなになるんだね、イカね。あ、そうみたいですね、なんか変わるんだ。でもイカが空飛ぶってどうなんですか。いや、もうね、イカがわしい。イカだけにすみません。あ、すみません。どんどん言っていきましょう。はい、やっていきましょう。全自動かなって言われてるけど、できるかな、どうかな。全自動はどうでしょうね。ちょっと待って、え、これってステージ作っていいんだよね。作っていいもん。じゃあ消しちゃいますよ。はい、もうロケット飛ばしてで。バーンのね、綺麗に消して、じゃあやっていきましょう。仕掛けさん自体はね、もうあのやってくれたことがあるということで、このアングルもね、なかなか。どれどれ、 ここにもカメラがある。あ、本当だ、カメラある。え、何これ、ちょっと、え、これ大丈夫ですか、あの、顔とかバレたりとか。ええ、顔バレはしようがないでしょ。壁密着してんだから。そうですね、そうですね。
指綺麗って。ああ確かに。指綺麗そんなことないでしょ。ね、ちょっと待って、じゃあやっていくわ。じゃあ時間がですね、だいたい45分ぐらいまでね作れるので、30分弱余力がありますので。はい。はい。じゃあやっていきましょう。じゃあ待って、先にこれやるわ。あ、指切れ、あ、そういうことか。仕掛けさんの指が映ってる。あ、なるほどね、映ってないじゃん。そうだよ、こっちのね、画面のね、こう、こうね、タッチされるやつね。タッチされるやつね、はい、こうやってペンがね、ありがとう。こう、これね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 、これが綺麗だね。確かにね、わかるよ、綺麗、白い毛で綺麗だな、いいな。ねえ、美白ですよ、もうケアとか大変そう。これですね、これちょっと知ってます？これね、何？真ん中ボタンのここのね、うん、見るかな、上、あ、じゃあ上のカメラにしてもらっていいですか？いやいや、映ってるからいい。あ、映ってるよ。じゃあセンターカメラで、はい、センターカメラですね。 ここのね、うんうん、ここ2個押すと、こう手変えれるんですよ、うん、そうなの？これ、あ、知ってます？知らなかった。知らなかった？知らなかった、知らなかった。こうやって変えれるんですよ。あ、にょんにょん、あー、見たことある。知らなかったでしょ、これ。僕、今日電車の中で知らない。勉強家なんだから。こんなんあるんだみたいな、なんかすげえ。猫とかもできるんですよ。日焼け具合も調整できるんだね。そうそう、夏と冬と切り替えできるね、今ね。ちょっと焦げ目がいいかなみたいな、うん、あ、かわいい。これだけでもかわいいよね。かわいい、めっちゃかわいい。まあいいや。、ね、猫の手も借りたいっていうことですかね。そうですね、どんどんいいステージ作りたいですね。じゃあもう、ね、しっかりと作ってもらって。わかりました、やっていきましょう。仕掛けさん猫だったんですかって。ああ、僕はね、どっちかって言ったら猫ですね。猫ですね。何の猫かは内緒だぞ。そうだぞ、何かな。へえー、すごい、知らなかった。そうそう、じゃあね、今回僕一応料理動画主なんですよ。そうですね。なので、うん、料理ステージを作ります。料理ステージ、料理ステージ。あ、もう料理をちょっとモチーフにした。そうです、料理をモチーフにしたステージを作ります。ぜひぜひ見ててください。ちょっとで、ね、うん、待って。待って、いや、先生、まだいっぱい時間あるから大丈夫。あ、時間ある、本当に、うん、あと30分ある、大丈夫。30分しかないの、逆に一枠分かな。あ、なるほどね。このね、ここでいいね、うん、このステージは鍋なんですよ。鍋、おお、そういうテーマで鍋です。そうです、今から僕はクリボーを料理します。え。食材はクリボー。今回の食材はクリボー。クリボーもあんま似て合うもんですからね。まあね、秋の味覚だしね、栗はね。まず、うん、鶏皿にクリボーを入れます。ほう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 。で、土管を用意します。なるほどなるほど。そんでクリボーを入れます。入った。そんでピーストロピーなんだっけ、ピースイッチ、ハテナか、ハテナスイッチか、うんうん、置きます。するとですね、なんとクリボーがこれまさか鶏皿に入っていくんですよね。まさか、ね、お入ってきます。入ってくる。あー、食材がたくさんあるな、秋の味覚だなみたいな、ね、秋の味覚、キノコが入ってくなっていうところで、そう、もうね、マロンだったりキノコだったりいっぱいあるけど、鍋の熱の方がちょっといい感じに暖かくなってきたかな。ちょっといい感じに暖かくなってきたな。暖かくなってきた、いいかな。そうそう、火加減はいい感じかもしれない。まさか仕掛けに仕掛けに、あーしゃー、あーあああっためます。あー、もういい感じに、もうね、ぬくもりが、そうです、ぬくもりが、鶏皿が今煮込まれてるわけでしたんでね。そうです、グツグツと虫ひなりと、卵も欲しいなって言われてる。卵も欲しいな、お、卵も欲しい。じゃあやっちゃいましょうか。やっちゃいますよ、そんなこと言ったら。もうみんな欲しがりさんだな。しょうがないな。今日はね、卵料理もちょっと紹介していきたいと思います。あ、いいねいいね。今回のレシピはですね、まずあのお皿をね、綺麗にね、やっぱね、皿は綺麗にしなきゃいけませんからね。盛り付け大事だもんね。そうです、うん、そうです、そこからです。まあ料理っていうのはね、基本そういったね、細かいところからね、丁寧にやっていきましょうってことで、うん、まあ次にはですね、この土管があります。まさか。そんで卵と言ったら皆さん何が思いつきますか？卵、鶏の卵かな。あ、こんなところに生きのいい生きのいい、入ってしまった、入ってしまった、これはこれは生きのいい。さあ、じゃあここで P スイッチか、なんて言うんだっけこれ。まあスイッチで大丈夫かな。スイッチを起きます。あ、これは生きのいい卵がなんと皿に入っていく。
お、生まれた、生まれた。ちょっと食べにくい。ちょっと食べにくいかな。卵から生まれる仕様なんだ。なるほどね。あ、でもまあでもほらね、若鶏のとかって言いますし。さあではまあ料理していきましょう。いいですか、でも。ざわ。ざわ。息が良すぎる。息が良すぎる。おっと。おっと。ここでじらす。そして。だしが取れていく。これは美味しいご飯ができそうですね。まずはここであれだね、プレイヤーのメンタルを痛めつける作戦だね。ここでね、本当はねかわいそうだなと思ってピースって押すかな押さないかなって悩むところからね、うん、そうそうそう、ここから始まっていく感じね。じゃあ次にね、次に何やろうかな、次に何やろうかな。でも全然なんだろう、好きにやっていこう、好きにやっていこう。いい、うん。で僕ね、ちょっとね、いくつかね、用意してきたんですよ、これでも。本当に？本当に。でね、実際にもうプレイも何度もしていただいて。そうそうそう。うん、でちょっとね、これもね、やっぱり、ね、料理の話ですからね。さっきのやつ押さないと進めないようにしたらっていうのもあるけど。あ、なるほど ね。あ、そうしよっか。そうしよっかで納得しちゃったところがね。わかるわかる、でも、せっかくだしね、料理は作ってもらいたいからまずは。そうだね、うん、そうしよう。押さないと進めないようにするところが、どっか壁を作る。そうだね、こうして、こうして、こうやってやれば、ほら、あ、じゃあこれ出れない。出口を一個セットして。これで、これでいい、これでいい。あ、いや、待って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 。これね、うん、あんまりね、早すぎると、うん、ヨッシーが出る前に増えちゃうんですよ。あー、なるほどね。ちょっとだけね、ちょっとだけ。ちょっと迷路要素じゃないけど。そうそうそう、こういう感じで、こうやってやって。で飛びキックできるかな、それで。そう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 、ジャンプでもいけるし、こうすれば、はい、見事ヨッシーのね唐揚げがね作らなければいけなくなってしまう。そうなんですよ、残念ながら。やばい、お皿がちょっとあれだね。よいしょ、これでオッケー。いいです、もうアイデンティティをどんどん保てますからね。いい、いいよ、いいよ。じゃあ次、じゃあここからどんどん作っていこう。じゃあ分かりました。よいしょ。じゃあ次にですね、時間あれなんだよね、あんまないんだよね。そうそうそう。じゃあもうどんどんやっていきます。あとね25分ぐらい、うん、よし。いやもうどんどん、解説は別にプレイの途中でもできるから、もうガンガン作ってっていいよ。じゃあ、うん、作ってけよ。 OK、 できました。あ、待って、できてできて、待って、ちょ待って待って、これ僕見ない方がいいのかな、どうなのかな。じゃあ何だと思います。え、今僕作ってるの何の料理だと思います。え、何の料理だろう、何の料理してると思います。あ、視聴者様もしよければ当ててみてください。何だと思う、みんな。これ何の料理だと思います。すっぽん食べたいな。石鍋、イカ焼き、パワー、え、なんだ、今米出てるのかな。餅、おお餅、お卵焼き、今いいのあったね。本当にいいのありました。おでん、いいのありましたよ。正解はですね、ザワ、餅つきです。見ててください、これ。このこいつ、こいつこの餅をね、うん、つくじゃないです、ここ薄です。なるほどね、薄です。薄があるわ、薄があります。もちろん薄っぽくないよ。こだわろう、ここはせっかくだし。よし、オッケー、薄があります。この薄がありますよね。いやもういつも大変ですよ、餅つき。もうじき冬とかね、ねえ、時期的にはね、もうちょっとですか。お米も美味しい季節になるし。そうですよ、うん、そこのところで。じゃあでもこの薄餅入ってないですよね。入ってない、入ってないですよね、うん、なんか餅っぽいのどっかにありません。餅っぽいもの、うん、餅っぽいものは、まさか、まさか今目があったんだけどさ、今なんかすごいここにあの餅肌の人がいるんだけど、彼、そうです、彼、まさか、パー餅です。パー餅。こいつを、これを薄の中に入れます。あー、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと言えない、ちょっと放送しよう、ちょっと見なかったことしてやばい。戻るの、これ今ね、普通にあ、つくに戻って一回もう一回入れますみたいな。ちょっと待って消えた、餅が消えた。ちょっと待って、これ入れないと先進めない仕様になるのかな。こうしよう、こうしよう、こうしてこうして、で、どこだっけかな、これ、あの、粉あるんですよ、これ、わかります、これ。あ、
あのなんだろうベルトコンベア的な。そうそうそう、これ僕あの、うん、使ってたんですけど、うん、これってなんか方向がずっとこっちなんですよ、うん、なんですごい悩んでたんですけど、ツイッターで聞いたら、うん、矢印の方向がタッチで変えれるんですよ。あ、へーこれもすげえ便利だわ。いろ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 知ってるね、仕掛けさんは。そう、めっちゃ勉強した。でこれを振ると、うん、めっちゃ速くなるんですよ。へーこれあ、速い。バーンってこう全然違います。あ、でも流れない。もう一個、もう一個あの上だね。もう一個上だね。上の横に持っていけばいけるかな。こうすれば、うん、こうして、でそれでハテナブロックを置いて中に入れて、うんうん、それでこうしてやればいけますね。こうして、うん、まあこうまず餅を入れますと、うん、そんで入んね早すぎたシュッスッと乗ったどっか行ってしまったよこれそんなバカなじゃああれをあれだね、なんだろう、ブスを大きくするかスピードを下げるかだね。そうだね、うん、スピード下げよ、下げよ。早すぎた。やっぱみんなね、早い方がいいって。まあね、仕掛けさんの動画もすげえ早いからね、テンポがねそれちょっと早すぎたかもしれんな。人類にはまだちょっと人類にはまだちょっと早かったかな。よいしょ。でこうしてやれば上をジャンプできなくさせて、うん、さらに残念ながらね、あの餅つき職人の方にはね、ちょっとお亡くなりになられてもらって。あー、なるほどね。こうしてね、まず餅が流れる、そんで餅つき職人が打つと、はい、あまさかまさかの餅をついたらつく方がいなくなるという、斬新だわこれ。そして誰もいなくなったっていう。ドスンでかくしたらいいんじゃないかっていう。あ、ドスンでかくできんのこれ。あのキノコをくっつけるとでかくなるんだって。へー、キノコをドラッグ&ドロップ。これですか、うん、うわ、でかい、でかい、でかい、怖っこれ、怖合わせてウスもでかくせんという感じだよね。そうっすよね、これ。ちょっと待ってこれできんのかな、パワーボムでなんとかなるのかな。いけるのいけるかな。よいしょ。複数選択モードってのがあって、これね、L かな、うん、R かな、長押すと複数選択できて、コピーペーストができるの。そうこうやっていって、もっ、あ、待って、でこれ持ってこうやって移動できます。おお便利。これ割と便利なんですよ。これやんね、知らないと一個ずつ動かす結構大変。あ、どうなるかな、ちょっと行ってみよう。行きますよ。ああ、ちょっと上に行っちゃったよ。上行っちゃったよ。上行っちゃったよ。ちょっとダメだよこれ。あ、いいだよ。ダメ、壊れちゃう。ちゃんとヒップドロップしないとダメだって。ヒップドロップで壊して、そんで餅を入れて、で、ダーンとね。あー、いい、インパクトある、インパクトある、いい、でかい、大餅つき。よいしょ、そんな感じですね。どうかな。あ、これで高速にできるやんってあるよ、確かに。あ、そうか、あ、そうか、そうか、これでもう広くなったから。すごい、え、コメント優秀。みんな優秀、ほんとすごいな、ありがとうね。ちょっと待って、どんどんいいもの、ハザリズが出てきた。ハザリズが、ちょっと寒い、ちょ、靴下着ようか。そうだ、そうだ、あの、これ紙なんすよ。紙？仮面だもんね、さ、うん、鼻のところがこもるんですよ。全国のね、あの仮面つけてるね、人はね、ちょっと、うん、いるじゃないですか、みんな同じ悩みを抱えてます。なるほどね。そう、あ、これどうやらあの、ウスのところ、はいはいはい、ね、ウスでかくしちゃったから、この下もぶっ壊していくんじゃねえか説がある。え、どうすればいいかな、だとしたら。ウスでかくしたらぶっ壊す。うん、下、あの下バコーンってぶっ壊していっちゃう可能性がある。あ、そうなのらしい。ほんとに。あ、いや、そう、いや、大丈夫だったんじゃない、それ。で、下の、ちょっと行ってもらおう、じゃあ、普通に行ってもらおう。おいしょ。で、これは、あっと、あ、これを知らずに、あ、知らずに行った、知らずに行ったパターンが、ちょっと待って、知らずに行ったパターンは知らない、うん、知らずに行ったパターンで、ちょっと待ってみよう。はいはいはい、どうす。大変だ。どっちにしろ死ぬっていう。どっちにしろやられてしまう。じゃあこれ難易度上がっちゃうね、これすると。どうしよう。だってこうやってこうやってこうやって死んじゃって、うん、よっしゃーって言って、あ、いけるわ。あ、いけるいける。どっちもいいのか。なるほどね。あ、これ知らなかった。でも本当にありがとう。え、今度コース作りの参考にします。嘘かな、嘘の底が浅い。嘘の底が浅い。あ、でも結局ドーンドーンって2回いたら、あ、そうですよね。
まあ、でも一応ニナにしておきます。一回ワンチャンスをね。そうね。ワンチャンス。これでね、一、うん、回、一回、あ、やばい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 、失敗しても。まあ、ダメじゃん行くんかい行くんかい、お前は、みたいな。まあ、今回はあれですから、あの難しいコースを作るじゃなくて、楽しいコースを作るっていうのがね、目的なので。まあまあ餅を入れれば問題ないんでね、餅ぐらい、ね、テーマ、モチーフはね、もうお鍋ですから、そしてもう薄ですから、薄です、薄だか鍋だかわかんねえさあ、じゃあ次何やるかな。あ、この前木、あ、もうそうなんだ。次どうなってくるのかな、うん、次どうしよっかな。待って、うん、いいよ、全然まだ全然時間は、あとね、20、いや10分か、10分10分しかない。お、意外と、あ、でも20分ある、20分ある、本当に、うん、大丈夫、45分ぐらいまでやって大丈夫かな。よかったよかった、ありがとう。この後クリアしなきゃいけないからね。はい、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、クリアはでも今のところは全然大丈夫そうだね。そう、大丈夫、うん、いけるって。じゃあね、次はね、モチーフうまいな餅だけにねなるほどね、そういうことか、面白い、座布団あげるこれね、知ってます、あの、何、クッパ、あ、そう、クッパ出してたじゃないですか。クッパは、うん、クッパは出してた。でこれで、あ、持つと結構バタバタするのね、可愛いな。こいつね、でかいね。こいつ羽生えるんですよ。いや本当やめてほしい。本当やめてほしい、これ。おかしくないですか？本当にやめてほしい。外見に、うん、羽つけて、こう触るとこう触るとこう猫に触られてふにゃふにゃしてる感じ。可愛い。ちょっと燃えるみたいな。可愛い。猫に触られてふにゃふにゃするクッパ。まあね、羽生えてた鳥なんでね、これも唐揚げにしていきましょう。斬新な今一言が聞こえたぞ。唐揚げ、クッパはね、やっぱ唐揚げにすると一番美味しいんでねまあ肉好きは良さそうだけどね確かにね、うん、よし、 OK かな。はい、よいしょ、こいつもやろう。どんどん鍋に入れていく、ね、あ、やっぱ鍋はいろいろ入った方が美味しいからね確かにね、うん、よいしょ。でね、これでちょっとこの辺からいっていきましょう。クッパが、クッパがこう小鍋に入って、おーい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 、ちょっとだいぶだいぶ冒険しとるぞ、あの食材、飛んでるぞ、だいぶ冒険しとるぞ食材、あー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 ちょっと待って、ちょっと待って、これ予想外、これは生きがいいですな、これは生きがいいですな、これは大丈夫、生きがいいですね、新鮮ですな、これはちょっと待って、ピッピッピスチを押そう、ピスチを押そう、よいしょ、これでいいかな。ね、あとね、これね、増えるんだよね、うん、このコピーモードで増やせるんですよ。うわ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 、怖い怖い、かぶるとうわうわうわ、やばいって、これはこれはやばいって、これやばいよね。あー、ちょちょちょ、キョコ飛んだ、これは危険だわ、これはちょっとステージ最難関じゃ、クッパ3体とは聞いたことないから ねえ、でもクッパ最難関、まあ、最難関のクッパが食材なわけですね、ここでは。そうです、まあ、今回は料理カテゴリーっていうね、もうテーマがありますので、そうです、ここでね、皆さんにはね、ちょっとね、美味しくカラッとね、上がってもらおうかなっていうカラッと上がってもらおうかなマリオメーカーじゃないとこんなできないぞ本当にクッパ使いたい放題だからいいよね。あ、そうか、ヨッシーに乗っていくパターンもあるのか。あ、そうかそうか、ヨッシーもいたか、そうだったな。あとヨッシーは乗れないようにする。あ、いや、でもいいか、いいんじゃない、ヨッシーはヨッシーで、なんかそうね、うん、そうそうそう、食材救済パターンみたいな心優しい人は心優しい人はね、た、助けに行く、そう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 、じゃあこれで、ブロックを壊されすぎて通行できなくならないかとか心配。なるほど、これどっちが先にクッパよりも先にスイッチを押せるかっていうのもね、あれですね、勝負だね、勝負、一回やってみるか、やってみます、やってみます、いきます、クッパが出ると、でこうスイッチを、あ、ちょっと待って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 、その距離感でもいいバランスなんじゃないかな、ほら、あ、ちょっと待って、ちょっとどうしよう、こうなったらもうおしまいね、あ、あ、ちょっと、やばい、やばい、あ、あ、もう、お、暴れておる、暴れておる、やばいぞこれ、あ、死ぬ、スイッチの意味とは何だったのか、食わなくても勝ってしまった。いけるってことはね、じゃあ、あ、向こうはちょっときついか、きついな、じゃあここなんかあれだね、うん、どうしよう、どうしようどうしよっか、ヨッシー置いとく、ヨッシー乗っていけるんですよね、ヨッシーでも前のとこから乗ってくれば多分いけると思うから、あー、そっか、じゃあヨッシー連れてこなきゃ、あ、でもなんかあった方が、こう、僕ちょっとそんな上手くないから、結構優しいね、ね、やっぱね、うん、こう皆さんに楽しんでもらいましょう、ここ僕だったらここにボム兵がいる知りますね、それは、そうすれば多分
ここで壊されてもわっ、ちょっと待ってこいつマイクでな、主張するな。ヨッシーを取って取って、で、まあ、前行って、ヨッシーって踏ん張りできるんだ。できる。そんでここでこう落ちてジャンプしてドン。結局落ちる深い。でもいけるね、いけるね、いけそうだね、飛距離的にはいけるね。これでいけるわ。そんな感じでクッパのステージは終わりで、じゃあどうしようかな。あ、じゃあクッパのステージ追加します。ここで、ちょっとやばいな、ちょっとここきついなと思った人のために救済措置を取ります。ほうほう。で、土管を置きます、うん、で、このゲーム、僕ちょっとびっくりしたのがあって、ここの土管のところにマリオを入れると、土管ステージに行けるんですよ。へぇー。で、ここで出口になる土管を置いてくださってあるんで、出口の土管を置くんですよ。すげえ、ね、そうするとここから出てくるんですよ、うんうんうん、で、まあこうやってやるともうそのまま。そうそうっす。へえ、土管ステージ作ったことなかった。これ面白いですよ。ぜひやってください。土管の方にやるとまた今度戻ってこれるんで、クッパの後ろから出てくるっていう風に。あ、それは救済処置だね。そう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 。だからここのところでね、こうやって、あ、無理やった、やばいなと思ったら入ってこっち側に戻って、こうやってねステージの幅が広がってくんで。へえ、これがいいです。こうするとほら、クッパが哀れに。うわあ。なるほど。一気に料理がね、出汁が出てくるわけでしたね。そう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 。これがもういいんすよね。あれちょっと待って。そうなんですよ。あと何やろっかな。優しい世界だ。優しい世界。あ、悪ですからね。じゃあ次にですね、時間もあれなんでとっととやっていきます。あと15分ぐらい。まあ、13分かな、うん。13分しかない。じゃあね、待って、もう本当にね、料理のステージ作りたすぎて、てかもう1週間前からずっと考えて。ねえ、料理感をどうやって出すかっていうのもね、あるもんね。どうやってマルメーカーで料理出そうみたいな。料理カテゴリーの一つとして呼ばれてるからには料理を作らなければなって思って。で、ここで、皆さん、肉と魚どっちが好きですか？どっち？みんな。どっちどっち？肉。肉、圧倒的肉率。マジで？圧倒的、魚2人しかいない今。最近肉食系女子とかって多いって言いますからね、じゃあここはあの、そうですね、僕すいません、魚好きなんで。すいません。そう、質問の意味。羽入る？入るんだ。飛び魚になってもだ。どっちなのこれ、鳥なの魚なのみたいな。こうやって、まあいいや。